今川動画製作所。告知、ニート極道第1部映画館上映決定。東京都豊島区新文芸座にて2023年10月14日土曜日22時開場、翌朝5時55分終演、チケット代2000円。特別イベント、ニート極道今川組関係声優中込俊太郎、回転組関係声優錦織大輔による朗読劇、グッズ販売、会場限定サイン入りアクスタ、書き下ろしクリアファイル、ニート極道ガイドブック。ということで、ここから先は細かい部分の解説をさせていただきます。そもそもこの企画は何なのかという点からの解説になりますが、ちょいちょい僕たちも登場しますので、ぜひ最後までご覧ください。ご覧ください。某月某日、なんだこのメール、早稲田大学の大学院生さんから。鋭意仕事中だった運営は一通のメールに気づきました。いわく映画館でニート極道を上映したいと。と言ってもな、そもそも映画館上映に耐えうる作りかどうかも自信がないし、一体どこをどう切り取って上映するんだ。悩んだ運営でしたが、いただいたメールからその学生さんの映画にかける熱い思いを聞き、よしやろうと決意しました。あとはトントン拍子に話が進み、上映内容はニート極道第1部と決まったものの、すでに第1部は何度も一気見をしていますし、それだけだと面白みがないので、声優さん2人による15分前後の朗読劇をします。はーい、よろしくお願いします。光栄です、よろしくお願いします。ちなみに現時点では一体どのキャラがどんな風に登場するかは未定ですが、このお二人がいるとメインキャラほぼ全員いけるんだよな。今川組全員と大番代表と鷲尾と今川組長とウグイスカイヤスだと、その他モブは任せてください。新海黒瀬あまりはいけますよ。なので当日まで詳細は伏せます。お楽しみに。とはいえ、ニート極道初見さんの方もいらっしゃるかと思うので、解説的な側面がある内容になる予定です。ご了承ください。当日はグッズとしてガイドブックの紙版を販売します。これはクラウドファンディングの際のものとは違い、表紙は白。クラファン時のように名刺やミニポスター、ピンナップはついてきません。ご了承ください。そしてもう一つ、新文芸座裏世界ラボコラボ運営映画監督バージョンアクスタを販売します。これ、わしおに怒られませんか？このデザイン、以前のゲーム案件の時のやつです。見覚えあります？はい、再利用です。言い切った。こちらのアクスタは運営役の声優中込さんのサイン入りで販売します。はい、俺のサイン。サイン？今聞きましたけど。今言いました。うわ、中込さんいい人だからやってくれると思って。声優中込氏はこのシナリオの収録で本当に初めてサインの件を知りました。先に確認取った方が、というか普通は取る。作家団。中込さん大変ですね。そのうち錦織さんも巻き込まれますよ、絶対。心よくご了承いただけたので、サイン入りアクスタ販売します。それからこちらも販売します。限定イラストのクリアファイル、本編原画和下さんによる書き下ろしです。それ和下さんにはちゃんと言いました？これから言います。怖いんですけど。心よく OK いただきました。当日限定販売はサイン入りアクスタのみになります。サインなし、ロゴ変更バージョンのアクスタやクリアファイル、ガイドブックは時期を見て通販でも対応します。これらの記念グッズについてはまた後日情報を出しますので、それまでお待ちください。にしても映画館で第1部を放映って長くないですか？ですよね。45話ありますし。長いです。冒頭にさらっと書きましたが、今回は22時開場、翌朝5時55分終了のオールナイト上映になります。オールナイト？それ大丈夫ですか？お客さん力つきませんか？ですので、観覧希望の皆様、前日までにバッチリ睡眠確保。次の日仕事の方、無理しちゃダメです。レッドブルやアリナミンもたまにはいいですが、問題を先延ばしにするだけなので、しっかり翌日休める方のみご参加ください。一応次の日は日曜ですしね。日曜日が休みの人ばかりじゃないですけどね。
とはいえさすがにノンストップでは厳しいので合間合間に休憩は挟みます。タイムスケジュールはこちら、22時開場、22時30分から23時、朗読劇&質問タイム、23時から23時15分休憩、23時15分から1時20分上映パート1、1時20分から1時40分休憩、1時40分から3時50分上映パート2、3時50分から4時10分休憩、4時10分から5時55分上映パート3。最後にちょっとツッコミいいですか？はい。チケット代、先方からもともと提示された価格より随分下がってるんですが、これは映像使用権料を断ったんで、その分安くなった感じです。ああ、そういう。正直何度もお見せしてる内容ですし、これで稼ごうとかは考えてなくて、上映会で作品としての認知度が上がれば嬉しいし、そうでなくてもお祭りとして皆さんと楽しめればいいかなと。2023年現在、視聴回数が再度安定してまいりまして、チャンネル運営も健全化しつつあります。すべてはメンバーシップにご加入いただいた方、投げ銭をしてくださる方、普段から視聴してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。この企画で一人でも多くの人にニート極道が広まることを願っています。今後とも裏世界ラボをよろしくお願いします。これからも演技頑張ります。悪役頑張ります。以上、新文芸座での上映会のお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。